どうもどうもだからどうもに愛車の AE86 スプリンタートルのどうもに運転しちゃうどうも文人です。というわけでね、ついに車検無事終わりました。車検終わりました。はい、とだからね、今これ無事にね、この俺のね86をね、86トレノをね、ドライビング、そうドライビングしてたわけだけどね、もうめっちゃね、めっちゃ金かかりました。ちょっと最近しばらくはちょっとね、節約生活ですね。でいろいろね、ちょっと語りたいんだけど、さすがに運転しながらだとね、危ないんで、ちょっとその辺にね止めてね、今からねいろいろね語ろうかと思います。はい、ちょっと待ってね、止めるんでね。はい、止めます。じゃあこの辺に止めようかと思いますね。この辺が明るいんでちょうどいいですね。はい、じゃあここでね、止めて、ちょっと語りますね。はい、というわけでね、ちょっとね車検行ってきたんだけどね、まずは車の状態をね皆さんに見せびらかそうかなと思いますね。はい、こんな感じですね。ああ、これ、窓の外ですね。特にね外見はね、変わっちゃいないっすね。変わっちゃいない感じですね。はい、トレン、はい、というわけでね、まあね、外でベラベラ喋ってると何やってんだみたいな感じになるんでね、中でねいろいろね、語りましょう。はい、というわけでね、ちょっとねいろいろね見せびらかします。まずはね、このこっちが車検証ですね。あ、車検証って個人情報あるからな、どこまで見せないんだろうね。ででん、自動車ブブブブーン、あ、自動車検、自動車検証、イエーイ。というわけでね、まず車検証来ました。来年のね、ここかちょっと、やべ、他の情報とか見せていいのかな。はい、令和ね5年のね2月、何日まではね、とりあえずね、壊れなければね、壊れなければ何もか、部品交換しなくていいんだけど、まあ前から言われてるのがね、もう古い車だから、急に車検ギリギリになってね、この部品が必要だってなった時にね、なかなか手に入らない可能性があって、車検までに終わらない可能性があるんで、早めに点検を受けてくれっていう風に言われてるんでね、また半年、1年後ぐらい、まあ定期的にね、常にね、点検をしてもらってね、常日頃からね、やばそうな部品をね、探し回るみたいな感じになりますね。で、これね、もう先に法定費用とか払っちゃってるからね、それプラスこれなんだけどね、ちょっとあと情報がね、個人情報が、これがね、請求書兼納品書、イエーイイエーイじゃねー、こっちったからね、はい。そして、全部で、だいたい30万ぐらいかかっちゃいました。だから、先に法定費用とか払ってるから、40万とか下手さ50万いっちゃってるのかな、結構厳しいっすね。ね、いろいろ、ちょっとね、なんとか切り詰めてね、いろいろ、用意しました。はーい。だから、ちょっと厳しい。イエーイイエーイじゃない。ちょっとね、なんかあったらちょっとやばいんだよ。この後ぶっ壊れたりしたらもう直せないんでね、大事にね、乗っていこうと思います。まあ、いろいろ、なんでそんな、普段はね、14、5万ぐらいなんだけどね。で、結構上がってたの。いろいろね、やっぱ、急にいろんな部品がぶっ壊れたからなんですよね。前もね、去年、夏か秋ぐらいに、高速道路走ってる時に急にね、エンジンが止まっちゃってね、危なかった。なんか変な、エンジンが変な様子だーって、まあ、前動画出したから覚えてると思うんだけど、エンジンが急に変な様子になっちゃってね、おかしいなと思って、よかった、そこで高速道路降りるって判断して、インターチェンジ出たところで、
うんともすんとも動かなくなっちゃったからね。高速道走ってる時だったらやばかったね。ちょうどクラクラで始めたばっかだし死んでたかもしれないね。でもこうして生きてるのはギリギリの判断でね、高速出て、なんとかなった。でその時もね4万かそれぐらいかかっちゃったんだよね。あの要は電気をね、あのこう車って電気も必要じゃないですか。それをバッテリーに充電するっていうか、常に電気を起こすためのオルタネーターっつうね、発電する機械がおかしになっちゃったらしくて、それ丸ごと交換してそんなかかっちゃったって感じ。そういうのもあってね、あといろいろなもんがね、なんか交換しない、いろんなホースとかなんかね、なんかベルトとかなんかいろいろ、なんかいろいろコンディショナーってシャンプーかよーって感じなんだけどね。あのそういうもんもねあってね、全部ね、ぶっ壊れちゃった感じです。だからそれをね、丸ごと、交換した感じですね。はい。そしてね、ちょっと前からめっちゃ照らされてんだけど、まあ同じように休憩してる車がいるんでね。あ、これここいろんな車の休憩場所なんだけどね。まあ秘密の、俺の秘密の。というわけでね、そうなんですよ。いろいろ、まあ他にもね、いろいろなんかガスケットと、ガスケット、そうガスケットとかね、リアデフキャリアオイルシール取り替えとかなんかもういろいろいろんな。なんかね、細かいのがチラチラあるけど、一番高いのはウォーターポンプかな。ウォーターポンプ、日本語にすると水汲み上げ装置、ウォーターポンプ。水なんだろうね、井戸掘ってあるわけじゃないよね、この車の人に。なんか水をねこう汲み上げるのに必要な装置なんですよね。それが1万5000円ぐらいするのが一番この中でめっちゃかかってる感じですね。そうですね、他にあとは細々としたもんがめっちゃかかってる感じですね。これなんだろう、リアコンビネーションランプレンズ。あ、これめっちゃ高いな、思ったよりも。1万7000円もするんだ。レンズもバカにしちゃいけないね。まあ確かにね、メガネって結構高いから、これこの前、すごいボロボロ、そう、俺の86の、ね、タイヤに、踏まれてぶっ壊れたメガネあるじゃないですか、レンズが。ここでも結構したもんだからね。で、もう、さすがにね、買い替えは、まあ、前々からメガネ調子悪かったんだけどね。俺の、なんかこう、後ろ行った時に、こうやった時落ちちゃったの気がつかなくて、駐車場で。で、バックして、あれ、なんかこいつ、ちょうどタイヤでメガネ踏んじゃってレンズ割っちゃったから、これ買い替えたんだけど。やっぱレンズってね、結構、やっぱ高いんだよね。そんな感じですね。あとは、目立ったとこは、そのなんとかレンズってやつと、なんだ？なんとかレンズってさっきの、なんだか、ウォーターポンプぐらいかな。あとは細かいのがちょろ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 、1000円とか2000円とか4000円とか、ちょろちょろちょろ細かいのがいっぱいあって、塵も積もって山となってこんななっちゃったって感じっすよね。だから皆さんも古い車乗るとね、普段は別に、古い車ってめっちゃ金かかるんじゃねって、ビビってるかもしんないけどね。普段は別に古い車だから駐車場代が高いってわけでもないしね、ガソリン代が高いってわけでもないし、まあ燃費の問題もあるから多少あるかな。あと、まあ自動車重量税がちょっと割増しになるぐらいで、めっちゃ高いってことはないんだけど、これなんだよ、こういう時、一気にいろんな部品がダメになった時に一気に金かかるんでね、そういう覚悟を持って古い車、いいなと思う人は、そういうこともあるんだよと思って、普段から貯金しとくといいと思います。はい。私もまたこれからね、次ぶっ壊れた時のためにね、ちょっと貯金しようと思うんだけど、貯金できなかったら、ね、ちょっとなんかまたクラウドファンディング、こういうのに使っていいのかなってわかんないけど、まあね、86保存会みたいなのを作ってやろうと思うんで、その時はよろしく、86、どう、それでは、じゃあ、あとはね、この車ね、ちょっとね、車検終わったばっかのね、このカーでね、俺の愛車スプリンタートレーナー86でね、その辺走り回ってくるんでね、この動画はこれぐらいにしたいと思います。それでは、86、88、8、みなしも8、86、40、なんか、もう一回。